聞こえてます。地下研究所でやるべきことを確認するか。言われなくても分かってます。発砲に注意しておけ。バスは元に到達したら報告しろ。バスは以上。これ無理ゲー。ちょい、これ違うゲームやから、こういうの。うわ、きついよ、きついよ。ちょっと待って、あ、危ね、いけたね、セーフ。アウトちゃん。ちょっと待て、どういったやねん。ちょっと待って、これは、これどういったやねん。さっきさ、完璧にいったんがもう奇跡すぎてやばいんで。ちょっと待てや。ぶつからないように注意せえへんやつがどこにおる。これ無理やな。どういうことや。つまりどういうことや。タイミングがいいんですか。分かってる。タイミングがいいんですか。分かってる。命かけてるからな。問題はこれがちょっとクソ難しすぎる。ムカつく。チェックポイント作れよバカ。途中でさ、こんな無理なやつ一生無理やんな。聞いてる？作ってるやついた。なんで？ムカつくわー。これほんま作ったやつ殺すで。ほんま、あれ渡ってへんやんけ。こらよし。あ、ふざけんなよ、こら。待て。これ途中で降りるとかそういうパターンちゃうよな。マジでこれ目的が分かれへんからさ、そもそも。いた。それがでかいねんけど、どこで降りたらいいかっていうよりか、そもそも、マッサーを抹殺することちゃう。それは女がいるの助けるの分かってるな。で、そのために何回行くか。そもそもこれスカイダイビングした意味がわからんねんけど、これしかもさ、目標が出えへんねんな、さっきからなんか知らんけど。から目標が分かれへんねんな俺。ここまで行った。問題はや、ここからどこに行くかや。水なんでねん。これちょっとマジでわからんな。どうしたらいいんやろ。水、あの真ん中行ってもいい一回。こういう時こそくぐらなあかんねんけど、わからんわ。くぐらなあかんねんけど、ちょっとな、めんどくさいな。もう死にげえやん、ただの。誰が、これ、それは売れへんなるわ。1500円で売られるわ、こんなクソゲーやん、まあ。おもんないんじゃ。ストーリーがな、こうさ、例えば
こう敵が強すぎてやられへんっていうのは、まあまあ FPS でな、まあ分からんでもないで、分からんでもないけどさ、何このこう撃つ以前の問題、例えばこういうさ、なんていうの、こう射撃以外の部分が難しすぎてこう死にまくるっていうのはもうクソゲーやんってなの。だからな、キルゾーンってな、その売れてない、ね、バトルフィールド4とか、コールオブデューティーとか、ああいうのに負けつけてんのもそういうことよ。ほら、これこれこれ。もうこれな、操作がな、難しすぎるからかね。しかもな、何ってさ、感度が高かったら、まだこう、見てよけれるやんか。これもあの、感度悪すぎるから、さっきからな、もう、ムクンもそうやけど、いた。感度悪すぎるから、もうクソやねんな、これもうなんせ、感度が。からすぐ曲がられへんのが一番臭いねんけど、だからさっきからこれもこれ愚痴出してからさ、全然これ通れてないねんね、初めんとこ全然下にたどり着いてないねんけど、これなんだ、集中力増やしたからかな、それが殺意ついたら、なんかすっげえな、ムカつく。んでこれ通りましたと、これ通ったら、うん、無理っぽいな、無理っぽいな、無理っぽい、いけたー、いけたけど、どこ行くの、あー死んだ。なんかボタン押したいんかな、わからんな。カチャカチャボタンいじってみるか。マッサーを見つけ一番高いのは落下したセキュリティブレルをハッキングすることだ。ハッキングすることってことは何これ、もしかしてあれかな、一番下に行くときにちょうどこう落ちる直前ぐらいで L1 を押せば、もしかしてハッキングして助けてくれる、そういう感じ。はい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 、ハッキングハッキングハッキング、ハッキングしてよ、ハッキングしてよ、お願いしますよ、本当お願いします。あ、いけた。何やそれ、普通にいっとんかな。はい、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。